皆さん、こんにちは。たぬきおやじのエクセル勉強会にようこそ。シリーズ、ちょっとだけよ。では、一つのコマンドや一つの操作について、ちょっとだけご紹介しています。今回のテーマは、不死身の集計列です。それでは、早速始めましょう。皆さん、テーブル使ってますか DX 時代の Excel では必須機能のテーブルです。テーブルって何手方は、この動画を見る前に、テーブルの基礎の動画を見てくださいね。概要欄にリンクを貼っておきますね。テーブルはセルの上に乗ったテーブルオブジェクトです。セルとは別物なんです。テーブルはテーブルオブジェクトとして、 テーブル独自の機能があり、いろいろと便利な使い方が可能なんです。しかも、普通のセルと同じように、操作可能なんです。ただ、データを適切な状態に保つために、一部の機能は利用を制限しています。データは、テーブルに保存。それが、Excel での DX の第一歩なんです。皆さん、データは、 必ずテーブルに保存しましょうね。テーブルでの計算は構造化参照式。テーブルでの計算は従来のセルバンチを使った計算式ではなく構造化参照式を使いましょう。構造化参照式とはこんな計算式です。式内で使われている単価や数量はテーブルの列の見出しです。 従来のセルバンチの式に比べ、視認性が向上します。式内のアットマークは、この行の、つまり、計算式が入力されているセルと同じ行の、という意味です。つまり、この計算式は、この行の単価列と、この行の数量列を乗算しなさいということです。なぜ、この行なのかそれは、テーブルは、 1>, 1データ、1行だからです。テーブル内で、他の行と計算してはいけないのです。それでは、F 2セルに金額を求める計算式を入力してみましょう。計算式なので、半角モードにしてくださいね。F 2セルに、イコールを入力します。左矢印キーを2回押して、D 2セルに、カラーリファレンスを移動します。 掛け算をしたいので、アスタリスクキーを押します。左矢印キーを一回押します。このように、テーブル内で参照モードを使うと、構造化参照式を Excel が勝手に入力してくれます。ですから、テーブル内に式を入力するときは、参照モードを利用することをお勧めします。 テーブルの列に計算式を入力したら、その列は集計列。先ほど参照モードで構造化参照式を入力しましたが、まだ計算式を確定していません。入力した計算式をエンターキーで確定してみましょう。いかがですか入力した計算式を データの最後までコピーする必要はないのです。テーブルに計算式を入力すると、その列は集計列となり、計算式は列全体にコピーされるのです。集計列は自動拡張。テーブルにデータを追加するには、テーブルの最終行の一行下のセルにデータを入力します。 そうです。テーブルの外にデータを入力するのです。それでは、日付列に今日の日付を入力してみましょう。日付と表示形式の動画をご覧の皆さんなら、ここで使うショートカット、お分かりですよねコントロールキーを押しながら、デジタル時計の真ん中で点滅しているコロンは時間なので、その左隣のセミコロンですよね。 いかがですか今日の日付が入力されましたよねちょっと待ってください。ここで Enter キーで確定してはダメですよ。ここはタブキーで確定してアクティブセルを右側のセルに移動するんです。だって新規データを入力したいんですから。それではタブキーを押して日付を確定してみましょう。テーブルの行が自動拡張したでしょ そして、先ほど作った集計列の計算式も、自動拡張されて、ゼロが表示されているでしょこれが集計列なんです。便利ですよね。せっかくなので、得意先名も入力してみましょうね。鎌倉成果店を入力したいと思うのですが、入力すると果物ではなく、お花の成果になってしまうかもしれません。 ですから、ここでは入力してはいけないんですよね。そうです。オルトキーを押しながら、下向き矢印キーを押すんですよね。ほら、入力済みの得意先名が選択リストとして表示されました。ここから選択すれば、必ず入力済みの得意先名と同じ名前を入力できますね。ちなみに、この機能は、 テーブルの機能ではありません。昔からあるシートの機能です。試しにシート上で右クリックしてみてください。コンテキストメニューの下の方にドロップダウンリストから選択という項目があるでしょそのショートカットキーが Alt、プラス下矢印なんですね。ちなみにドロップダウンリストから選択は テキスト列のみ利用可能です。集計列は不死身。普通のセルにリスト形式の表を作って、計算式を入力してデータを入力した場合、すべての行を削除したら、当然、入力した計算式も削除されますよね。では、テーブルのすべての行を削除したら、 集計列はどうなるのでしょうかでは、実際に、すべての行を削除してみます。見事に計算式も消えました。当たり前ですよね。行を削除したんですから。では、日付列に、今日の日付を入力してみましょう。あれあれ金額列に0が表示されました。これは、 もしかして他の列も入力してみましょう。やっぱり、集計列は不死身だったんですね。いかがでしたかお役に立ちましたら、高評価をよろしくお願いします。また、動画作成の励みになりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。さあ、始めよう。